先端と先端を合わせて真ん中を出します。でラジオペンチでこんな風に押さえていきますよ。はい、で型紙にこう合わせてなぞっていきます。なぞるときは、テーブルに這わせるように大きくワイヤーを動かしていきます。柔らかいカラーワイヤーなのでこんな風に、簡単になぞることができます。こんな風に大きく大きくワイヤーを動かしていきます。できました。ではもう一つのパーツ作っていきます。こちらも先端と先端合わせて真ん中を出しますよ。そしたらですね、やりやすいように型紙なんかを動かしてあげると簡単により作りやすくできます。先端まで型紙でしっかり合わせていただけると初めての方でも綺麗な渦巻きができます。はい、もうこれで2つパーツができました。この、はい、で、はい、もうね、留め位置にこんな風に印をつけておくと簡単に留めることができます。フックが完成しました。